山内とよかげ内とよかげ九月九日から1957年1月5日は日本の家族陸軍軍人公爵最終階級は陸軍少佐1875年9月9日土佐藩最後の藩主公爵山内豊藩,藩の長子として誕生する1886年9月父の死去により就職するその後 フランスに留学した。1899年11月、陸軍士官学校を卒業。1900年6月に、陸軍不評商委任官、後陸軍少佐にまで昇進する。日露戦争に従軍志向を立てる。1900年8月、満25歳に達式族院公爵議員に就任し、1946年5月8日まで在職した。1901年、 伏見宮貞だなる親王の長女貞子と結婚する。1911年1月20日、邪交官志向となる。山内豊か生の次男、山内豊明を養子とする。1957年、高知市横浜の指定でボす。ス。81歳。本邸は、東京、代々木に構えたが、大磯やか佐一宮に別荘を構えた。また、 新宿区市ヶ谷田町2丁目にも923.98坪の土地を所有していたが、戦後の1948年10月に法政大学に売却している。この土地には62年間が建設され、現在は法政大学市ヶ谷田町校舎となっている。ありがとうございます。